はい、この針にアジをかけて投入します。で、着水するとアジが泳ぐので、この猿管が移動して、でここにこの八方の浮力もあることで、水中でだいたいこのような感じで泳ぎます。で、このアジをイカが捕まえると持って走ります。持って逃げようとすると、テコの原理でこのように跳ね上がります。もちろん合わせをしてもかかりますが、自然にかかることもあります。こうなります。アジを投入します。アジと掛け針は25センチから30センチぐらいで離れて泳ぎます。で、イカは掛け針に気づかずアジを捕まえます。そして合わせを入れると、テコの原理でこのように跳ね上がります。で、泳いでいるとき、アジが泳ぐときはかなり離れます。これでイカは掛け針を見つけられません。